久しぶりに、自動でしようと思って来たんですよ、ここ山形。やってない。自分飲んでいる時とか、お酒飲んでる時に山形すごい好きでよく食べ行ってたんですよね。で、替え玉しまくった覚えあるんですけど、ラーメン食べたかったわ。でね、これちょっともうやってないから、新しい店行ってみようかなと。もうラーメンのお腹になってるんで。だからね、天下一品っていうところにちょっと行ってみたいなと思ってね。これ結構天下一品ってよく聞いたことがあるんですよね。だからちょっとね、ここ一番近くにあるところが、藤沢かな、あれ大船かな、電話したらね、撮影も OK だったし、行ってきたいなというふうに思います。山笠は今度のチートデーに食べてみたいと思います。いきます。袖ヶ浜山笠からね、まっすぐ来たところのとこですよ。134というね、国道134号線に、差し掛かったわけです。こっからずっとまっすぐ行くと天下一品があるみたいですよ。初めて、もうね、完全にラーメンのお腹になってる。山笠食いたすぎた。山笠がね、多分、いや、一番うまいのかな。なんかね、酒飲み行ってる時だったからね、もううまくてたまんなかったな。酒飲み行ってるともう、替え玉は2個でも3個でも4個でもしてない気がする。あと中尾とかも行ってたかな。まあ、とりあえずね、今日はね、ラーメンを食べに行くという感じです。めっちゃ久しぶり、行くでーす。はーい、今江ノ島でーす。このね、左側に見えてる車のね、ちょっと顔出してる子供いるんですけど、この子見ててね、なんかちょっと思い出すことがあってさ、昔ね、自分こういう感じで顔出してなんかバイバイってしたりすることが結構好きで、やっぱね、人と、お、なんかやってるかな、あ、バイ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 、お、やってるかこれ、あ、やってるやってる、バイバイした、かわいい、ニコニコってしてるっていう感じだ。めっちゃバイバイしてるっていうような感じでね、俺もなんかああいう感じで子供の時に、他のね、知らない人にね、ああやってバイバイとかしたりだとかするのすごい好きだったっていうのをしたらバイバイしてくれたから、めっちゃ嬉しい。かわいすぎる、やば、燃えるわ。江ノ島、公家沼海岸か、江ノ島と公家沼海岸、江ノ島の公家沼海岸なのかな、ここら辺は結構、もうね、江ノ島でメジャーなところなのかな、公家沼でメジャーなところなのかなってな感じですよ。はい、はーい、右側が江ノ島水族館でーす。江ノ島水族館何回か来たかな。なんか懐かしい道ですよ。いや、ドライブがてらって感じですね。はい、この先がね、なんだっけな、サンゴ礁かがそろそろあるかな。サンゴ礁って知ってますか。なんか江ノ島とかで結構有名なおしゃれなね、喫茶店みたいな、俺一人で行ってたんだよね前。なんか一人旅、一人で飯食いに行くみたいな感じのこと結構ね、35あたりで好きになったかな。そこに目の前にある信号名が片瀬江ノ島駅入り口って書いてある。やっぱね、やっぱ、栄えてるね今。土曜日の6時ですよ。6時ちょうど6時ぐらいです。一人です。はーい。すみません、お願いします。あれ、これなんか、はい、なんかサイトで見たんですけど、はい、こってりラーメンってやつはどれなんですかね。こってりラーメンはこのやつ、どれでも選べます。あ、どれでも選べる感じ、はい、じゃあ味付けに卵のこってりラーメンで、味付けに卵のこってりで、はい、かまりました。以上、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。お願いします。ゆっくりどうぞ。失礼します。あ、はい、ありがとうございます。はい。
今回プリン初めて食べます。やばい、うまそう。とってる。あ、しかもね、ネギトッピングしたんですよ。ネギトッピング、チャーシューは、うん、普通。俺の作った感じの火じゃない。卵柔らかいんだな。絶妙だね。これ多分なんだけど、950kcal って書いてありますけど、資料全部飲んだら多分 950kcal なのかな。多分そんな気がする。そんなにね、カロリー高くない気がする。これ麺だけで言うと、350とか、そんなもんだよね。そんなに多くないからね。でも、汁が絡んでくるからな。替え玉ってあるんすか？替え玉ないんです。替え玉ないんだ。あ、ありがとうございます。こういう場合、なんかちょっと小腹減った場合ってどういうふうに、なんかあります？よくあるのは、焼き物のなんか単品を頼んでいただくか、例えばどんな感じですか？はい、こちらで、あえて定食に変更していただいて、ご飯系ですか？今からでも大丈夫ですか？今からでも大丈夫です。あ、本当ですか？ご飯系と、あと、焼き物系もございます。うん、人気なのはこちらになっております。あ、そういうことね。これに入れて食べたりする人結構いますか？そうですね、ご飯に入れる人は結構います。ああ、マジっすか。あ、じゃあライス小で。小で、はい、こちらでしたらこちらにしていただいて、うんうんうん、方が安いので。あ、そうなんですね、はい、あ、そうですよね、わかりました。じゃあ、あ、ライフ、じゃあこちらですと中盛りなんですが、中盛り、中盛りって何グラムですかね、はい、260です。260、6グラムだ。これくらいのお茶碗という盛りぐらいですか、ね、あ、そうですか。あ、じゃあそれで中盛りで、はい、じゃあラーメンライス定食に変更させていただきます。お願いします。足りなかった。あ、例えばここに忍ばせてるんで、欲しいと、欲しいと。あ、すいません。あ、すいません。大丈夫。いや、大盛り。はい、お願いします。めっちゃ多い。はい、ありがとうございます。めっちゃ多い。米めっちゃ多い。はい、こちら。やば。米の炊き加減もめちゃめちゃいい感じ。超うめえ。プチプチの感じ。何枚なんだろう。激うま。これが米が立ってるってさ。プチプチ。
今日は何も気にして食べない、何も気にしない、ただ美味しさだけを享受する感じ、やばいこれうまい、やばいな。これはもうザ・チートデイって感じ、うん、今日は本当にもう堪能したわ、これもねたまに入れるチートデイ、本当に入れるといいかもしれない、何も考えないと食べる、おいしかった、ごちそうさまでーす。天下一品初めて食べたけどめちゃめちゃうまかった、半端ないチートデーならではでした。ということで帰ります、さようなら。